ヌワラエリア県は、スリランカ中央高地の中部州に属する県。面積は1741系平方メートル。ヌワラエリア県は、スリランカ内陸の中央高地上にあり、南北に並ぶ中部州3県の中で南側に位置する。北で、キャンディ県、西で、サバラガムワ州系ガラ県、南で、ラトゥナプラ県、東で、ウバ州、バドゥラ県と接する。 県内にはスリランカ最高峰のピドゥルタラーガラさんが存在する。2012年の国勢調査では総人口は70万6588人で、そのうち53.2%を植民地時代に南インドから紅茶プランテーションの労働者として連れてこられたインドタミルが占めている。スリランカの多数派民族シンハラ人は39.6%で、その他に スリランカタミルや、スリランカムーアといった民族が居住している。宗教もヒンドゥー教が51.1%を占めており、ついで仏教が39.1%、イカカトリックやイスラム教が続いている。ABC-A2-Population by-Ethnic Group ィ c グ・ o ー・ d i n g リク Districts-2012-Census of Population and h o u s i n g 2 0 1 1スリランカ統計局。 2013年1月19日閲覧。AB、AA さん、Population by Religion According to Districts.2012、Census of Population and Housing 2011.Sri Lanka 統計局。2013年1月19日閲覧。ありがとうございます。